皆さんご視聴ありがとうございます。本日はこちらアーセナルクラブセレクションの方を引いていこうと思います。狙う選手はこちらラカゼットじゃなくてオーバメヤン選手ですね。はい、あとエジルが個人的に好きなんでエジルが欲しいです。パス系のスキルやばいんですよね確か。はい、94グラウンダーパス。あとね、グエンドゥージがね金になってしまってるんですけど、まあもともと銀の選手かな。でもレベル上限75と非常に育てがいのある選手で、育て上げたらかなり強いです。はい、将来有望な選手なんで狙っていきましょう。さあもう早速やっていこう。もうコインがね減らしに来てるよね。コナミさん2周年も始まってもうすぐ2億ダウンロードも来るでしょきっと。さあレッツゴー。あ、雷見るの忘れた。でもオーバミアンとか雷だよね。さあ誰だ。おお、ジャカー。トレーラーと中盤でコンビ組ませましょう。どんな感じかな。ジャカ、ジャカって意外と身長でかいんだ。ちょっとトレーラーと同じぐらいかなと思ってたんですけど失礼いたしました。はい、で中盤の選手でグラウンダーパス、あ、パス系いいですね。最近ちょっと今のウィーレアプリ環境パスの精度が非常に落ちてきてるんで、パスめっちゃずれません、やってて強いですよね今。パスで試合を動かしていくスタイルの方は、はい。でスキルもめっちゃあるやんけ。はい、ありがとうございます。ちょっとトレーラーと一緒に組ませてみましょう。おっと、大丈夫かな。 OK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 。 さああと2回あるからね。もうね本当にコインが足りない。よかった、貯めといて、かなくてよかった。レッツ、あー、また雷みんな忘れた。レッツゴー。よし来た、ビーチへビーチへビーチへ。さあ来い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 。ソクラティス来た。ソクラティスもめちゃくちゃ強いです。はい、センターバック、もう186センチ、30歳。いやー、右サイドもできるんですね。ソクラティスは嬉しい、普通に嬉しい。あのオーバメヤンと一緒で、もともとドルトムントで香川の同僚だったんですよね。ムヒタリアンもそうか。あれ、ソクラティスってドルトムントでしたよね、違ったっけ。そうですよね、ドルトムントからアーセナルいた人多いですね。いや、この時点でヘディング、ディフェンセンス、ボールダッシュが89点。どうなってんねん。フィジカルコンタクトも強いし。いや、これも育てたらかなり強いですね。コンディション程度も6と。はい、スキルもまあまあありますね。ディフェンスながらに。ディフェンダーながらに。あ、プレイスタイルオーバーラップなんだ。オーバーラップか。まあ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 、いいでしょう。はい、じゃあラストいきましょう。オバメーカー、エジール、でも雷鳴っちゃったんだよな。レッツゴー。多分ソクラテス以上だよね、雷は。レッツゴー。バーシャン。グエンドゥージ。お、グエンドゥージ来た。マジ？ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。めっちゃ引きよくないですか、今回。グエンドゥージね、ちょっと育てんのがめちゃくちゃ大変なんですけど、星5トレーナーも最近全然集まらないし。まあ、でも普通に育てあげたらかなり強いですからね。スタミナ87で。乾燥しますね。はい、ありがとうございます。もうアーセナルの中盤は揃いました。あとはディフェンダーとオフェンスですね。まあキーパーはちょっと FP じゃないけど、レーノがいますので。はい、ということで、まあコインが1600ぐらいあったのにまさかの300まで減るというね、またちょっと貯めていこうと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。